アウトローの世界へようこそ、ナビゲーターを務めさせていただきます。造座と申します。ついに、アウトロー界の王が日本に帰還し、世界が湧いております。これに関しては数字が物語っております。再生数も向上し、登録者数も一気に回復傾向にあります。ただ、アメリカに行っている間に衆議院解散が起き、 今回の選挙は見送らざるを得ないようですが、次回は必ず出馬するそうですので、皆様も応援のほどお願いいたします。また、ライブの中で、タイソンさんと内藤さんが揉めている件に触れておりました。小山さんは悲しい気持ちであり、この揉め事を収める方向で動くそうです。まるで、ワンピースの頂上決戦を終わらせに来た、赤髪のシャンクスを彷彿させます。 それに、実際に、内藤さんと織田さんの揉め事も解決させている実績もありますので、今後の展開が楽しみでもあります。また、駒野会長のライブの中でも、小山さんとタイソンさんをライブでコラボしてもらうことで、チャンネルが拡大していくという絵を描いているような発言もされておりました。駒野会長のプロデュース力が輝くかもしれません。 ライブを行った後に余分な箇所を取り除いて編集をした動画を投稿するとさらに効果的に思えます。そうなってくると小山さん、タイソンさん、内藤さん、駒の会長の4つのチャンネルが大きく動くように思えます。次に今回の話題でも出ております。内藤さんの一夜明けてというライブが低評価の嵐となっておりました。現段階で高評価、 157に対して低評価が2340となっております。要因としては2つかなと思います。1つは佐々木さんのチャンネルで揉めてしまったこと。もう1つは差別的な発言に対しての直接的な謝罪がなかったことに対してです。お酒や暴走を止められないマネージャーに対しても飛び火しておりました。個人的には周囲を燃やしながら成長する。 煉獄さんのような側面もあり、どこか憎めない個性をお持ちの内藤さんは素敵に思えます。大人になりすぎても、個性が失われるし、難しいところです。この揉め事も、小山さんが上手にまとめてくれると期待しております。また、やから先輩の猛攻に対し、駒の会長もアンサーとして、エンタメでは済まないぞという動画を投稿しております。 全部を把握しているわけでないので、一概に言えない部分もありますが、視聴者からのコメントを読むと、オカマなど、誹謗中傷が多いようです。昨日のライブでも、オカマに追っかけられたことについて、語ってくださいというコメントもありました。それも、やから先輩が言っているのではないかとも言われておりました。余談になりますが、オカマに追っかけられたのは、私です。 自転車で友人宅に向かっている途中にごつい女性らしき人に声をかけられました。声を聞いて男だと気づき少し怖かったです。その見た目女性の男の人は急に性的な発言が多くなり迫ってきたので身の危険を感じ私は自転車で逃げましたがその人はヒールだったのにそのすごいスピードで迫ってきて危うく捕まる寸前でした。友人宅に着いた私は 震え恐怖から震えながら、涙が出ていたようで、友人に心配されたのを思い出します。レイプされる寸前だった女性の気持ちが少しだけ理解できた瞬間でした。絶対に、異性に対して変なことはしてはいけません。それは、良いとして、駒の会長とやから先輩のバトルがどういう結末になるのか。この美消しに小山さんも登場するのか非常に楽しみであります。もしかしたら、 コマの会長が登録者3万人を目指すだけではなく、燃やすことで、小山さんへの流入も視野に入れている可能性もあるのではないかと勘ぐってしまいます。また、やから先輩で助言とさせていただきます。名誉毀損と侮辱罪の違いを説明いたします。名誉毀損は3年以下の懲役となりますが、侮辱罪には懲役はありません。罰金のみで済みます。 保険として、名誉毀損と侮辱を使い分けていくと良いのではないでしょうか。例えばですが、象座はオカマ野郎だ。これは、侮辱罪になります。次に、名誉毀損で言いますと、象座は、男を誘っていた。だから、オカマだ。具体的なのが、名誉毀損で、抽象的なのが侮辱罪となります。 また、巨匠責任として、事実の根拠を法廷で証明するのは、訴えられた側となります。誰から聞いたではなく、誰が見ても明らかな証拠があって初めて、違法性がなくなります。伝文証拠は、補強しなければ、証拠となり得ませんので要注意です。というように、侮辱罪なら最悪。 お金で解決できますし、略式で終わる可能性が高いですが、名誉毀損になってしまったら、お子さんが大変だと思います。ぜひとも、侮辱と名誉毀損を上手に扱っていただきたく思います。ちなみに、今回のバトルの発端は、個人的には、ボタンのかけ違いに思えます。もし、アウトロー界の皆様を集めて、入社試験や研修で行われる、宇宙で遭難したら、 エゴグラムなどを行ってみたらどうなるのか面白そうに思えますコンセンサス研修を行ったら喧嘩が勃発しそうで怖いですが研修ですので会議室で行い全員スーツリチッとしたスーツだと威圧感満載なのであえてやや大きめのシワシワのスーツが良いと思いますまたベストはスリーピースではなくニットのベストが良いかもしれません 上場企業の採用担当の視点でビジネスマンとしてのリーダーランキングをつけてみたら面白そうです。さらに進んで自己内観プログラムまで行ったら面白そうですが、そこまでやったら時効になっていない事件まで出てきそうで怖いです。私は顔出し NG ではありますがアウトロー界にビジネスマインドを醸成する研修をエンタメに変えていけたらなと想像してしまいました。最後に楽んさんです。 昨日は、ライブのタイトルに入れていただき、誠にありがとうございます。本当に、ふと思ったことなのですが、楽ちんさんはフットワークも軽く、人脈並びに人脈を作るためのフットワークも軽いので、ガイログのような動画も作れる気がします。今のチャンネルのままでも良いと思いますし、サブチャンネルとして運用しても良いかと思いますが、楽ちんさんの能力をフルに活かせば、巨大なチャンネルができるように思えました。 基本的にものすごいプラスの力をお持ちなので今の登録者数や再生数が個人的に納得できない部分もあります見せ方一つで大きく飛躍しそうに思えます多くの人は楽チンさんを低く見ていますが同じことができるかと言ったらできる人は少ないように思えますそれではまたお会いしましょうチャンネル登録高評価お願いいたします